デレン今やば、すごい高い。要は簡単に言うと平均で言うとっていうのがちょっと分かんないけど、まあ、はい、どうもオジライダーでございます。今日こいつ主役じゃねえから。本日なんですけれども、タイトル通りですね、絶版車が激安だったっていうことなんですけど、まあタイトルで変なこと言ってるわけじゃないんですよ。本当に激安だったんです。はい。僕が買った時代は。本当に今の時代でもすごい高不知性でしょ？流行りすぎなんですよ。芸能人が買ったりなんだりしてるから理由がわかりませんが。今のピーって入った方がいいよな。話戻しますと、僕の持ってるバイクがたまたま本当20年ぐらい前に買ったバイクですね。もっと前かな。今なんとかなり興奮してると。まあなんかちょっと紹介がてらにね、バイクの紹介がてらに一台ずつ見ていこうかと思います。かなり激安だったんで、今の金額と当時僕が買った金額をちょっと見比べながら、はい、一台ずつ紹介していきたいと思います。それではやってこ、てれーアウト。なんか言いたいだけ。こちら、SR400 ではなく500ですね。かなりカスタムされてます。僕がもう買った時からカスタムしちゃったやつですね。まあ400ではなく500だってことですね。あ、一番わかりやすいのは、ここの横のエンブレムに書いてますね。SR500。あとはエンジンにどっかに499とか98とか書いてあるんですよね。どうですか？これでもかっこいいんじゃないですか？すいませんから見ても。ん？うん。そうですね。これかっこいいですよね。わかりやすい、バイクです。ヘッドライト、これね、ヘッドライトも前にこう出てるんですよ。で、メーターも全部書いてある。デートナーの、もう860キロまで分かるやつと、あと回転数も8万3000回転まで分かるやつがついてますね。これはどこもいじってないですか？いや、めちゃめちゃいじってる。まあ、とりあえず、どのノーマルと何がちょっと違うかというと、まず、セパハになってますね。こうハンドルがこう下がってると、でメーターも変えてあります。はい、デートナーさんですね。さっき言った戦闘力持ってますね。でこのヘッドライトももっとこうステーでもっと短いんですけど、もう出てると、なんつうんだっけな、これ忘れちゃったな。当時昔ね、これ高校の時にも乗ってたんですよ。このバイクじゃないんですけどね、 SR400 乗ってたんですよね。でこのフロントのこのフェンダーも変わってますね。でタンクはこれ純正です。でもちょっと色がどうかな、わかんないんだけど。でこれシートも純正じゃないです、もう抜いてあるんですね。これいいでしょ、なかなかいい。このウインカーブレーキランプ、これマジやばいよ。これブレーキランプとかウインカー、これ9よね、9。これ今通んのかな、車検。これちなみにまだ車検取ってないんで、取ってもらいます今度。いやこれ見て、これもうね、これ感動する人はすると思うんだよな。これ上野に行ってよく売ってたの、これもみんな言うの。これうちの料理長も言ってた。懐かしいな、このウインカーやばーみたいな。本当に、マジ興奮ものだよ。はい。まあ、続きましょうか。で、マフラーが、液体がこう来てて、まあ、かなり古いんですけどね、すいません、本当に。一時期ずっと手入れしなくて、スーパートラップがついてるという感じよね。いい音しますよ。で、前後輪ドラムブレーキと。なんだ、今日真面目な動画ですね。絶対真面目にならないんだよな、基本的に。で、普通、SR は圧縮を抜くっていうんですけど、キックが重くて切れないわけです、これが。バチコーンってね、まあ、これも蹴れないんですけど、でそれを蹴りやすくするためにここの窓に印を合わせてキックをガゴンって打つんですけど、その時に硬いこのキックを動かせるようにここの窓に合わせるわけなんですけど、その合わせるレバーがこう見た時に前ハンドルのこれを握るとキックがスコスコスコって軽く動くようになるんですけど、これなんもないんですよ。でこれは移設してあって、ここについてる、このレバーを引くと圧縮が抜けるようになってて、軽く回って合わせられるということですね。でこれが苦労したキャブ、ドノーマルのキャブを俺がもう真ん中身掃除したりなんだりして、ツイッター見てくれてる方分かると思うんですけど、かなり苦労して設置しました。でパワーフィルターつけて、こっちにもエアフィルターがついてると。でこれはもう完全にバッテリーレス式です。83万です、平均。83万もするのこれ今、はい、やば。これ今砂肝さんの調査により、こいつ83万、大体平均相場大体83万ぐらいらしいんですよ今。でこれ俺買った時多分ね2、30万だったと思うよこれ。
え、したかそんなにっていう感じ。いや、びっくり本当に安かったじゃん中古でそんぐらい、中古でそんぐらいってこと。まあ、とにかく激安ってことですよ。はい、エンジンは最後にかけましょう。ということで次、ハングオン恥ずかしいこれやばいですね。これかなり一番俺も好きかな、なんて。あ、順番つけちゃいけない。愛はみんなに与えるものバイクを取れって話こちらなんですけど、いきますよ。小文字の Z は忍者じゃない。で、何が違うかというとですね、まず、ここなんですけど、俗に多いのは、ここの Z がでかいんですね。GPZ1100。これ一番分かりやすいところですよ。で、これは忍者じゃないです。川崎にも忍者ってどこにも書いてないんで、小文字の Z は忍者じゃない。そして、GPZ 小文字の Z の場合はですね、輸入車なんで、これ。輸入車でね、なんだっけ。海外仕様で、はい、忘れたか。日本で作った川崎なんだけど、これを海外で売るために川崎が作ったということですよ。で、こちらの証拠があります。お願いします。シートを開けると、これが日本式じゃないっていうのがよくわかるんですよ321はい、英語ってこと。英語で説明されてる。これ車検証なんですけど、簡単に言うとですね、この型式ってところを不明って書いてますね。まあ、逆輸入車だからかなんかなって勝手に思ってるんですけど、普通書いてある。これ書いてないんですよ。じゃあちょっと場所場所ちょっと説明していくとですね、まあ、基本パッと見ドノーマルです。ウインカー、ミラー、あ、じゃあライト、ミラーとかも、で、ハンドルが書いてあるね。バシッと。鍵がちゃんと GPZ 小文字してる。小文字の Z は忍者じゃないってこれ流行らせたいから。このキャブが FCR37、これなんか無理やり、無理やりね、燃料ボーッとぶっ込むタイプですよ。で、冬は軽くこれをアクセルを2回回してからスイッチ入れてドブルッピッってかけると。マフラーはカーカーに変わっているという感じでございます。で、これがね、なんかね、噂で YouTube とかで見たんだけど、初めての電光掲示板バイクだったらしいのよ。だからこれで欲しいっていう人もいたらしくて、スイッチ入れると、やばいよ、何十年前のバイクだよって言って頑張ってこれよ。ゲームボーイみたいなね。で、メーターがこんな感じですね。もうスピードメーターが、16,800km まで出るようになってて、回転数が、95万ですね。戦闘力と一緒です。で、ここでオイルの熱が見えるという感じです。で、これよく言われるのは空冷最強と言われてて、要は水冷じゃないんです。で、ちょっと今ね、一生懸命ね、黒く塗ってるんだよね、少しずつ。サビが黒くなるようにってやつを。で、こいつの価格なんですよ。マジやばいんですよ、これ。俺が買った時の金額ちょっと後にしておいて、今は、ネットで調べた感じ、平均っていうかもう分かんなくて、すごい高い、要は簡単に言うと。平均で言うとっていうのがちょっと分かんないけど、まあ200〜300万、いや、400弱みたいな感じかな。でも、ただ、アスクっていうのもあったね。で、何を間違ったか、1200万っていう表示のもありましたね。俺が買った時、これ。俺ね、ちょっと金額覚えてんの。これも20年ぐらい前に買ったんだけど、これね、確かに50万したかどうかで買ったんだよね、俺。もう反則じゃないこれ。もう、なんつうの、株よ、株。もう FX とか株みたいな、これ騙し文句みたいな、みんな騙さないでくださいね。今買ったら絶好調高いんで、これが安くなる一歩ですから、多分。っていう感じで、まあ、ラッキー短所ですよ。かなり好きで、ちょっと欲しくて欲しくてしょうがなくて買ったんですよね。まあ、あれが普通の人の反応ですね。バイク好きじゃない人の反応って、ここにビーン、ピキーンって出てるから。はい、ということで、今度はこちら、刀でございます。はい、刀だと思われるものです。これね、なんかうちにあるバイクみんなそうなんだよな。この型式が GS75X って書いてあるんですけど、危ないぞ、マジで。危な。なんか調べると、刀750っていうのは、なんか刀の 750S って出てきて、X が全然出てこない。全部 S なんですよ。パーツに関しても何でも。でもなんで俺のは GS75X って書いてあるのか。なんか知ってる方がいたら、ちょっと教えてください。コメントで。はい。まあ、とにかく見た目が刀なんで、古いバイクをいじってくれるバイク屋さんも言ってました。これは刀でいいと。ということで、これは刀です。はい。正直言って、最後さん、どう思います？この刀の見た目、鈴木。
デデン。俺当時20年ぐらい前にこれを買おうと思った理由なんですけど、キリンっていうバイク漫画にハマってたんですよ。峠とかで金持ちが乗ってるポルシェが走って、いつも走ってるんだけど、そのポルシェを絶対この刀で抜いてやるっていうおっちゃんがいて、でそれが乗ったのがこの刀なんですよ。この刀だと思うんだよ俺、きっとこれだと思うんだよね。細かく言うといろいろ違うんです、普通の刀とは。バース感がついてると、音が良いと。まあこれはどのお前なのかな、ちょっとセッティングが薄いんですけどね。はい、キャブがついてると。キャブ車です。セパハン仕様になってると。シートがこうやって低いから、ここがね、タンクがボーンって出てるでしょ、持つでしょ。ほんと中年にはお腹がここ当たるんだ、これ苦しいんだこれ。ほんとよね。なあ、そうそうそう。でさらに、さっきなんで俺が欲しい刀だったかっていうとですね、こちらに回るとです、はい、これ遠くで見ると分かりやすいんですよね。聞こう、多分写真でよく出てる鈴木刀が、7版が出てるんですけど、フレームが黒い、まあ、これだけなんですよね。こちらの価格、まあ、刀 S だとして考えると80万前後だったかな、100万のもあった今。うん、80万から100万で安いのもあったけど、で俺が買ったのははっきり言います、20万です。これもう今ここにある時点で俺はね、儲かってるわけ。もう儲かってるわけですよ、こちら。売る意味。はい、っていうバイクでございました。まず刀、ここ真ん中ね。ジビゼット。一発で頼むぞ。おっしゃ、想定外、想定外。ハングオン。恥ずかしい。はい、ということでいかがだったでしょうか。比較動画だったので、カブトモンキーもですね、実は動画で撮影したんですけども、このようにですね、はい、撮ったんですけども、ちょっと比較動画だったんでね、ちょっとカットしました。はい、ただカブに関してはちょっと短めですが、この最後の挨拶の動画の後におまけと一緒に流していきたいと思いますので、そちらもどうぞご覧くださいということで、まあしかし、まあ値段上がってますね、恐ろしいですね。世の中ちょっと今 SR 入院中なんですけども、恐ろしいですね。もうこのままじゃね、ほんとね、マジでね、家買えちゃう。買えないな。そこまでじゃないな。はい、それではこの辺りでこの動画締めさせていただきます。最後におまけの動画も流れますんで、もしよかったら見てってくださいということで、それではまたね。雨やまねえかなこれな、いい加減。もう一台ありますよ、あそこに。え、もう一台で、出たー、なんだっけ音楽。なんだっけ音楽。で、でしょ。あ、ん
テケデデ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 、はい、カブです。カブ買っちゃったんですか。はい、砂島さんが帰っていったからです。出た出た。はい、こちらヤフオクでまた買ってみたってやつですよね。ヤフオクで株 C50。 まあちょっとこの動画はまとめて違う動画で出すんでね、はっきり言っておきますよね、エンジンかかりません。でこれはケンジになります。これ一番砂島さんが買うって言って調べたからね。俺もっとボロボロの方が良かったです。だからケンジにするんでしょ、これから。テレレレレレ、こうですよ、こう。イメージこうよ、こうの、こうの。したくないって言ってんの。サングラスかけて、髪の毛チンチンして、帽子かぶって、青いパーカー着て。はい、終わりまーす。でもなんかちょっとちっちゃく見えるんだよな。ギュッとしてるから、俺のギュッとしてない、なんか。ギュッとしてるんだよね。それがかっこいいわけ。わかりますか？ちょっとわかんないですね。あのね、住所と電話番号を下に乗っけとくんで、鈴木の方、この人を殺してください。別に。もうちょっと言い過ぎですから、そろそろ。だから、ここら辺ダメって言ったらもう全部ダメだからね。ハレーダビッドソン48、これはまあバイク好きじゃない俺が見てもかっこいいと思いますね。中国産、いわゆる中華モンキーですね。これはもうなんかずっと見てんで、もうかっこいいかかっこ悪いか分かりません。はい、でこれがモンキーですね。これはなんかちっちゃいだけで、特に興味はありませんね、これは。あとなんかこのギザギザダサい、ダサいじゃない、このギザギザがなんかちょっと気に食わないです。まああんまり乗りたいとは思わないですね。出ました、刀ですね。なんか名前だけは昔から知ってるんですよ。鈴木刀って言えばみたいなのは知ってたんですけど、改めてこうフォルムを見たのはここに来て初めてなんですけど、まあ言わずもがなですね。なんかね、なんだろうな、このシート、まずこのシートがダサい。あとこの色ですね。色はでももう、あ、刀じゃんって分かるんでいいと思います。自己主張が強くて、でこの顔ができてないと。はい、次川崎ですね。はい、川崎は緑なんで以上。あ、緑って川崎じゃんみたいな感じですね。緑じゃねえと川崎じゃねえか。違うんじゃないの、だって違えから。緑じゃない川崎に乗ってるやつは川崎乗りってあるんじゃないんじゃないの。そうだ、そうだ、そうみたいです。つなぎ物の連絡先は下に。ハングオン。恥ずかしい。